さっきからあんたも大概中傷ひでえからね。聞くからやめてほしいんだよね。それは己に自覚があるからだ。制してくれれば幸い。俺のことじゃねえよ。爆発、爆豪は丸めたはず。爆豪の装備、爆破の成分入れて簡易手榴弾にできるんだとよ。前におしゃれかって聞いたら切れながら教えてくれた。あの時渡していたのか。ところで先輩、いい位置によろけましたね。狙い撃ち。俺電気操れるわけじゃないんで、巨頭がむずいんすよ。なんとかならないかなと。ご要望のアイテム用意したよ。ポインターとそのシューター。私と先生の合作ベイビーです。ポインターをシューターにセットして発射すると着弾箇所にひっつきます。ポインターとの距離が10メートル以内ならあなたの放電は一直線上に収束します。複数個ある場合はダイヤルでポインター選択、付属のグラスで位置は常に把握できます。あ、なんか頭使う感じ。サムアップ。でもこれなら周りを巻き込まずに個性使えるんすね。俺は分かるぜ爆豪。お前がさっき相手の攻撃を防ぐのにでけえ爆破じゃなくわざわざ範囲の狭い新技を連打したのは、転がってる霧島や俺を巻き込まねえためだろ。先輩、爆豪はそやで下水道みてえなやつだけど割と真面目にヒーローをやろうとしてますよ。とっさに手榴弾くれたのも打開のための冷静な判断じゃないですか。それに霧島だって友達のために敵地に乗り込むようなバカがつくぐらいいいやつなんすよ。しまった、一瞬緩んだ。断片的な情報だけで知った気になってこいつらをディスってんじゃねえよ。立場を自覚しろという話だバカ者が。ダメージ次第で解除されちまうんか。どれで遠距離攻撃ばっかなわけだ。ありがとな雷。すんだよアホズレ。やっぱディスられても仕方ねえわお前。